こんにちは、ホタルです。今回はですね、怪伝から見るおすすめの大将を紹介していきたいと思います。シーズン6限定の話になりますので、その点はご注意ください。大将を選ぶ際はですね、まあ、技能とか、まあ、戦法の強さとか、まあ、そういう面で選ぶことが、まあ、皆さん多いと思います。まあ、ステータスもですけどね。まあ、あとは、個人個人で凸の進み具合とかによって変わってくるかと思いますが、まあ、今回はちょっと怪伝を使って、強くできる、対象っていうことで、紹介していきたいと思います。まあ、ですので、紹介する怪伝は、6凸、貫凸とかのやつでつくのが多いので、まあ、そういう意味ではちょっと課金者向けになってしまうような動画になります。で、まあ、ただですね、ちょっと、一人例外がいるので、その人は、シーズン6では結構対象として押せるかなと思いますので、そちらの紹介もしていこうかと思います。まあ、もちろん今回紹介しなかった、武将もですね、まあ、例えば、ここの元就の人とか、謙信とか、まあ、いろいろですね、こういう強い固有の特殊って書いてるところに入ってることが多いですけど、固有の、技能を持ってたり、で、そもそもが、戦法が強すぎるので、っていうことで、選ばれたりする武将もいますので、まあ、それとはちょっと別個にっていう形でですね。まあ、この、政宗のやつとかもですよね。っていう形で見ていただければと思います。で、基本的にですね、この4つを持ってるやつがおすすめになってきます。怪伝で、まあ、これ、この4つつけれる、ですけどね。まあ、武将によって、つけれるやつ、つけれないやつはもちろんいますけどね。で、一個ずつちょっと見ていこうかと思うんですけど、まあ、太夫ですね。宗茂が来たあたりから、太夫を持ってる、対象適性の高い武将が出てきたことによって、一躍一戦級に躍り出た技能ですね。で、レベル5まであって、まあ、対象がもちろん持ってないといけないんですけど、最大で、攻撃武勇破壊が 25% プラスされるっていうやつですね。で、まあ、シーズン1からの武将で持ってるやつ結構いたんですけど、なかなか組み込みにくいやつだったんですけどね。で、怪伝が来たことによって、怪伝で対応持ってる武将っていうのも結構な数いますので、まあ、それによって、かなり選択肢の幅が広がった、技能になります。で、次なんですけど、瞬殺ですね。自身が大将の場合、いい部隊の防御力が最大 30%、知略が最大 30% になります。まあ、こちらもですね、まあ、対遊とかと同じ感じで、大将なだけですね。条件がですね。まあ、陛下とか、軽眼とかは、陛下適正の、人数の縛りみたいなのがあるんですけど、そういうのもこっちはなくて、瞬殺は、対象に置いてて、あとはもうレベルだけの依存になってます。ただこっちがですね、防御と知略ですんで、まあ、攻撃とかがないので、まあその点はちょっと注意が必要ですね。ディフェンス寄りの、技能にはなってます。まあでも知略 30% とか上がるので、かなり美味しいです。で、次ですね、陛下ですね。自身が大将の場合、陛下適正 S ですね。S なのが注意なんですけど、以上の人数 ×4 攻撃防御が上昇ですね。これがレベル3までなので、7、4、28で、最大 28% ずつ上げることができます。これが、軽眼と違って S な点に注意ですね。こっちはちょっと、条件が厳しくなってます。ただし、これだけはですね、6凸でできるので、まあ、その点は緩いですね。緩いというか、まあ、ちょっと緩いですね。で、お馴染みになってると思いますが、軽眼ですね。自身が対象の場合、陛下適正 A 以上の人数 ×4 部隊の攻撃防御が上昇ということで、これも7、4、28で最大 28% ずつ、上げることができます。この4つが、今回紹介したい、回転でもつけれる技能で、まあ、それがあることによっておすすめできる対象となってます。で、こちらをですね、相当の絞り込みのところで、この4つを選んで、4種類有効で未開放、怪伝習得含むっていうやつにして、まあ、あとは SSR だけですね。で、他のも全部無効で絞り込みます。そしたらこんな感じのメンバーが出てきます。まあ、この中で言っていくとですね、まあ、ちょっと、後に特におすすめっていう人は、後で紹介しますけど、それ以外だと、やっぱり、謙信とか、政宗とか、鉄砲信長とか、このあたりはすごくおすすめですね。で、あとは、
で、小松とかは、前の動画でも紹介しましたので、強いので対処としてですね。まあ、これが、陛下を持ってますね。ので、おすすめにもなってきます。で、雪村もですね。雪村も、まあ、戦法が強くて、技能も強くてっていうので、プラス回転で、軽眼持ってますんで、おすすめの武将にはなってます。まあ、貫突しなくても雪村強いですけどね。貫突したらもっと強くなりますよっていうことですね。で、まあ、あとはこんなもんですかね。天武900、はここまでになってますので。はい。まあ、もちろんこの中に、元成とか入ってないですよね。入ってないですけど、まあ、そういう元成とかの、強さというか、そっち系の強さで大将に選出するっていう武将ももちろんいるんですけど、まあ、ちょっと今回は回廉を使ってさらに強化みたいなコンセプトで、話してますんで、そちらは、今回は、除外して説明しております。で、ここからなんですけど、ですね、これが、今紹介した4つの、技能を回廉を使うことによって、複数ゲットできる武将が、います。っていうのが、まず一人目が、ケイジなんですけど、まあ、ケイジが元から対遊持ってて、で、こちらですね、貫突で瞬殺を持ってますので、大将の場合に防御と、知略がアップします。まあ、ただ、対遊もなんですけど、瞬殺の方もですね、レベルが5までありますんで、この2つをダブルで、5まで持っていくっていうのはかなりしんどいので、まあ、対遊優先でいいと思います。で、まあ、ケージに、瞬殺つけてあげて、まあ、残りの余った枠で、まあ、回転で瞬殺がつけれればとかいう感じになってくるかと思います。で、次がですね、常久ですね。まあ、常久が軽眼をデフォで持ってるっていうのが、まあ、元からあるんですけど、シーズン6ではですね、対遊も持ってますので、こちらで、まあ、ここは武勇と破壊になるんですけどね。常久が知略系の武将なので、まあ、武勇が上がってもって思うかもしれないですけど、まあ、攻撃が最大、25% 上がりますので、で、武勇上げとくと、武勇系の、非ダメージ、先方の非ダメージとかも抑えられますので、そちらでも、おすすめです。まあ、軽眼がレベル3で、対遊がレベル5なので、まあ、合計8ですかね、最大までやろうとしたら。まあ、最大までいかないまでも、いくつかのレベルまで上げてあげると、いいかと思います。で、次が、宗茂ですね。まあ、対遊持ってて、で、回転の方で、陛下ですね、を覚えますんで、まあ、こちらでさらに、攻撃と防御が上げれます。最大28までですね。まあ、なので、対遊も、25とかまでなので、まあ、50% 超える、攻撃を上げることっていうのができるようになりますね。で、お次が、忠勝ですね。忠勝が対遊をデフォで持ってて、で、さらに回転で、軽眼があります。なので、この2つを、まあ、合計8枠いりますけどね。やると、かなり強化ができますねっていうことですね。で、忠勝はもう、戦法も強いし、技能3も強いので、対遊プラス軽眼でもう、すごいことになるかと思います。で、また今期からですね、ダメージ計算式が変わって、兵力の影響力が小さくなって、攻撃とか、武勇とかの影響力が大きくなってますんで、まあ、さらに、前シーズンよりか、実感できるんじゃないかなと思います。強さをですね。まあ、ケージとかは前、軽眼とか持ってたんで、まあ、軽眼と対遊でっていうのが前シーズンでは、強かったんですけど、まあ、シーズンごとに回転が変わることによってこういうことが起きてきます。で、まあ今までの人たちはもうなんか そんな、そんなの貫突とかで持ってないよ、6突で持ってないよっていう人が多いと思うんですけど、まあ現に私もなんですけどね。で、最後に紹介するのが信玄なんですけど、まあ信玄がデフォで軽眼を持ってます。で、さらに回転で、まあ瞬殺もあるんですけど、まあ瞬殺よりかは陛下ですかね、の方を持ってますんで、で、しかも、これがですね、陛下も、軽眼もですね、レベル3までしかないので、まあ、3人ずつ、
入れれば OK ですので、かなりお手軽に、ステータスの強化ができる武将になってます。で、シーズン1から、常設でずっとガチャに入ってきてて、まあ、イベントとかのチケットとかでも手に入る可能性が結構あった武将。で、まあ、その回数も、一番多いって言っていいぐらいの、武将ですんで、まあ、関突とか、六突とかになってる人多いと思います。なので、牙や弓で、信玄を、対処にして使っていくっていうのはシーズン6では結構おすすめであります。まあ、あとはですね、ちょっと持ち所持の、メンツを見ていきましょうか。まあ、こんな感じで、まあ、軽眼はですね、まあ、最初が常久と信玄と元近しかいなかったんですけど、まあ、回転が来たことによって、シーズン6ではこのメンツが、プラスで入ってますね。結構多いですよね。で、ここら辺とかはもうシーズン1から入ってる武将なんで、貫突とかしてる人多いと思います。節祭とかもですね。はい。で、対遊は、こういうメンツになってます。はい、こちら、陛下ですね。まあ、やっぱ、回転が多いですよね。陛下とかは特に。まあ、力とかでももちろんいいので、まあ、こういうメンツを入れてあげれば、結構、レベル上げっていうのはできます。まあ、ただ、動線と交流ポイントは消費しますからけどね。かなり、はい。で、最後が、春祭ですね。こういうメンツが持ってます。私が天武900だと、真田のお兄ちゃんを持ってなくて、で、屋敷ガチャの、後藤又部と板垣は持ってないので、それ以外はリストアップされてるはずです。はい、以上のような、顔ぶれになります。まあ、特に信玄ですね。信玄を牙とか弓で大将で使ってあげて、軽眼と陛下を、ダブルでレベル3まで上げてあげてやると、かなり、ステータスが強化されるんじゃないかなと思います。まあ、先ほど言ったように、今期から、ステータスの攻撃とか武勇とか知略とか、そっちの方の、ステータスがダメージ、に、影響力が大きくなりましたんで、まぁ、ちょっとそのどれぐらいになったかっていうのはちょっとまだはっきり検証できてないんですけど、まぁ、そういう風に、ダメージのシステムが変わりましたんで、まぁ、余計に実感できるんじゃないかなと思います。はい、本日はここまでですね、まぁ、大将を選ぶ際の指針の一つというか、まぁ、参考の一つにしていただけると、幸いです。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは。